最近、艦隊防空が世界的に活発に開発されてるように感じるわね。これもロシアや C 国の脅威が世界中に広まった影響なのかしら？そういう側面が大きいだろうな。とはいえ、何も日本がそういった技術革新から、取り残されてるわけではないんだぜ。日本の自衛隊にも、とある明るい話題が存在するんだぜ。そうなの？他の国の情報も合わせて、その話について詳しく教えてほしいわ。わかったぜ。じゃあ今回はそんな霊夢と視聴者の皆様のために海外の反応勧告。我が国で戦争が起これば日本は助けてくれる。中国が恐れる日本新型国産ミサイルを、米国が分析した結果と題して今回の話題について解説していこうと思うぜ。お願いね。それじゃあゆっくりしていってね。まずは他の国の兵器状況について解説していこうと思うぜ。特に活発に開発が進んでいるのは、新型ミサイルの開発なんだぜ。超音速ミサイルの開発スピードが凄まじく、特にロシアの、極超音速対艦ミサイルのジルコン、NATO コードネームでは SSN33 と、呼ばれている兵器が特に強力で、射程距離400から 500km、最大速度はマッハ9と、言われているんだぜ。特にこのミサイルをロシアが持っているというのが何よりもやばいな。そうね、ミサイル兵器抜きにしてもロシアには強力な兵器が大量にあるのに、そこに最新鋭のミサイルまで加わってしまったら鬼に金棒よ。しかもジルコンの開発は未だに止まっておらず、発展型は射程距離が1500キロにも、上るのではないかとも言われているんだ。実際に令和3年の9月12日に北朝鮮が、巡航ミサイルの発射試験に成功し、1500キロ先の目標に命中させたと、伝えられているんだ。北朝鮮に対してロシアからの技術提供がされているのはほぼ間違いないだろうぜ。北朝鮮は日本や他の国に対して前のめりに威圧をかけているものね。そんな国がロシアと手を組んでしまうだなんて怖いわ。他にも、C 国においても空母キラーとも呼ばれている東風 21D 対艦弾道ミサイルが開発されている。こちらも射程距離が1500キロあるとされているんだ。ここに関しては、我々日本やアメリカ、および NATO などのいわゆる自由主義陣営は、超音速ミサイル開発に関して一歩遅れてしまっているんだ。そうなの?ってことは私たちは他の国がいきなり超音速ミサイルを放ってきたら、なすすべなくやられてしまうしかないってこと？そういうわけじゃないんだぜ。現在自由主義陣営はアメリカを中心としてイージスシステムを改良すると同時に、極超音速ミサイルを迎撃できる対空ミサイル SM-6 を開発し、さらに改良を続けているんだ。さらに、最初に言ったように日本の自衛隊にも明るい話題があるんだぜ。日本が所有するミサイルを、アメリカが分析し、その情報を見た C 国が日本を警戒するような素振りを見せたんだぜ。なるほどね、日本の技術力が C 国への抑止力として機能することが証明されたってわけね。そういうことだぜ。この話題についてもう少し具体的に解説していこうと思うぜ。少し昔の話なんだが、アメリカ紙ナショナルインタレスト電子版の記事において、新型対艦ミサイルが自衛隊の海上防御力を大きく高めることになりそうだとし、航空自衛隊が F2 戦闘機に導入予定の XASM3 について紹介しているんだ。この記事では、冷戦終結以降、拮抗するライバルの艦隊が消えたことで米国、北太平洋条約機構NATO加盟国などは対艦ミサイルの新技術を開発せず、現在でも亜音速対艦ミサイルの使用が一般的だ。しかし、日本だけは海上戦力の増強に重点を置き続けており、大量の護衛艦や初のドック型揚陸艦を建造して軍備の質と量を急速に高めるとともに、空母打撃群作りを始めていると指摘。日本は C 国海軍がグリーンウォーターネイビーからブルーウォーターネイビーへと成長するのを黙々と注視し続けてきた。今、C 国海軍は軍艦の総トン数、数量、いずれにおいても海上自衛隊を上回っていると続けた。その上で、新型対艦ミサイル XASM3 によって実力の天秤が日本に傾く可能性があると主張。ラムジェットエンジン搭載で最高飛行速度がマッハ3を超え、しかも水面付近を飛行可能である。軍艦を発見してからわずか30秒足らずで攻撃することができる。C 国はこのミサイルに極めて大きな、憂慮を抱くことになる。なぜなら、北太平洋においてミサイルの射程圏内を航行せざるを得ないからだと論じているとのことだったぜ。ふむふむ、それで XASM3 って具体的にどんなミサイルなの？このミサイルはアメリカの記事でもあったように、自衛隊と C 国とのパワーバランスが麻薬になり自衛隊が、有利になるほどの性能を有しているんだ。新型対艦ミサイル XASM3、これは ASM3 に開発中期、もしくは試作を表す記号である X を追加したものになっているんだ。1992年から予算化されていて、
F2 に搭載することを前提に、最大速度マッハ3と大幅に性能を向上させることで迎撃されない確率を高め、防空能力が大幅に向上しつつある敵艦艇をより確実に撃破できるミサイルとして計画されたんだ。なるほどね、その性能の高さは純粋な威力の高さじゃなくて、相手の迎撃に対する貫通性能の高さから来ているのね。ああ、この機体は当初は平成28年、西暦で表すと2016年の開発完了を目指していたんだが、C 国の対空ミサイル開発のスピードも目覚ましいものになっていて、そのままの性能で公開しても、逆に他の国に侮られてしまう可能性があるため、改良のために実装を延期することとなったんだ。今では2025年、令和7年の開発完了を目指しているんだぜ。そのスペックは、射程距離400キロ以上、最大速度マッハ5となっているんだ。射程が少し心もとないようにも思えるが、ASM-3 の迎撃ミサイルへの対策性能を鑑みるに、このスペックは十分すぎると考えられるぜ。そうね、こんなにも強力なミサイルがあるなら C 国が恐怖するのも無理はないわね。しかも新型国産ミサイルの開発は ASM-3 に限った話ではないんだ。先日の自民党総裁選の中で、敵基地攻撃能力についての議論が話題になっていたんだが、実は現在政府が研究開発を進める新型の、対艦誘導弾の射程が2000キロになるとされているんだ。加えて、陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾の射程を、1500キロに改良することも考えているとのことなんだぜ。まさに国産トマホークといった感じだな。なるほどなるほど、さっき ASM-3 は射程が少し足りないかもという話をしたけれど、こっちのミサイルは、逆に射程に特化しているから、お互いの欠点をカバーできていると言えるわね。そういうことだぜ。というわけで次は日本が国産巡航ミサイル開発に対する警告の反応を見ていこうと思うぜ。まず最初に名目は北、C 国に対して攻撃可能なミサイル開発承認だが、事実上韓半島、警告に対する攻撃だな。韓日間の現在の戦力を見ると、北に備えた陸軍と、ミサイル体系は警告が絶対優勢で、島の特性を考慮した空軍と海軍は日本が絶対優勢だとのことだ。いろいろと言いたいことはあるけれど、まず日本は警告に対してではなく C 国やロシアなどの、強国に対しての戦力をつけたいだけだし、陸上戦力に関しても最近の警告は空母の開発や、戦闘機の開発を進めているから、いつか日本に追い抜かれてしまうでしょうね。次に多かったのは、いつでもソウルを殴ることができるぞ、との声だ。ソウル殴ってどうするのよ、向こうから攻撃してきたとしても自国を守るためにしか戦力は、使えないんだし、そもそも警告を攻撃するメリットも理由もないわよ。警告って日本を、敵対視している人が多いみたいだけど、こちらとしては敵対する意味がないのよね。そうだな、果たして狙いは北と C 国だろうか？内心は警告を先に片付けようとするだろう。目の前の敵から、処理しなければならないからねとの声もあったが、敵だと言ってるのは無効なわけだし、今 C 国の脅威を無視して、警告への攻撃を優先している暇はないんだぜ。あとは、日本おかしいんじゃない？憲法を守らないで。韓半島に少しでも被害があったら日本を地図上から消し飛ばしてしまおうとも言われているぜ。日本列島を地図から消せるほどの戦力、今の警告にはないでしょ。日本は日増しに強い軍隊を作り、戦争可能国として進んでいる。一方、警告は軍隊を弱体化させ、情報力を減らし、ひたすら北だけを眺めている。これは日本と警告両方の問題点を考えているコメントだな。これ以上戦力をつけてしまうといずれその戦力を生かして戦争を始めてしまうかもしれないし、逆に警告は C 国の圧に負けて北朝鮮の対策ばかりを進めているんだ。警告にも日本にも、それぞれリスクが伴う作戦を行っているのね。それから、結局、警告のせいであれ北のせいであれ、警告で戦争が起これば警告を助けてくれる国だから心強いねとの声もあったな。地理的に警告で戦争が起きたらしわ寄せが、日本に寄ってくるかもしれないから、どうしても助けざるを得ないんだぜ。それもそうね、とはいえ日頃から日本を嫌っている警告が日本の手助けを素直に受け取るかも怪しいわね。ああ、最近では新型ミサイルの開発が対艦ミサイルの枠を出て陸上自衛隊の、丸三式対空誘導弾を改良し、新型長距離対空ミサイルを開発しているんだ。これらの兵器が、C 国やロシアへの抑止力へとなりうるから、日本に住む私たちとしては明るい話なんだぜ。最近は自衛隊の明るい話が少なかったから、こうして活躍が見れるのはすごく嬉しいわね。日本の兵力の高さが憲法に違反するんじゃないかって話はあるけど、
難しい話を抜きにして、日本が世界に誇れる何かを持っていることを喜びたいと思うわ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。